どうも72年式のおじさんでございます。今回の動画は給油の動画でございます。私のオートバイね、 CB1300SB SP にねガソリン入れます。で今ねちょっと近所のガソリンスタンドに行くところでございます。北海道のね友達がね給油の動画ちょっと作ってって言われたんで、ちょっとリクエストに応えて給油の動画作ろうかなと思いましてね、行くところでございます。まあそうこうしてるうちにねそろそろ到着いたします。見えてきましたね、これここですね。これねこのオートバイ買ってからガソリンね空にしてしまうようになっちゃったんですよね。前乗ってたね CB250R は結構ねガソリン満タンにして保管してたんですけれども、このバイクね結構重いんでね取り回しがきついんで、結構ねガソリン空にして出がけで入れるっていうことが多くなっちゃったんですよね。これねガソリンスタンド、たまにねガソリンスタンドで敷地全部に水まいているところあるでしょう。そういうガソリンスタンド怖いんだけどね、ここはねそんなことはないんだね。今日日曜日なんでね結構混んでるかな。これさあこいつでね、どこがいいの、どこ入れる、ここねできれば左側から入れたかったんだよね。まあいいや、これでいいと。あ、いけね、これローにしなきゃいけねえな。はい OK です。でねこうやってよいしょ、まずはねこれ手袋取って、静電気危ないんでね。でまずここでね CB1300SB はねレギュラーなんだよね。どうだっけ、これカード入れるんだ最初にな。カード入れて、カードをお取りください、受注現金を入れてください。で1万円、内容がよろしければ静電気除去シートに触れてください。よしレギュラー、レギュラーでございます。こうなってんだね。どうなんだろうね、ガソリン空にして保管するの良くないっていう噂があるんだけれども、私はね自宅に帰ったら取り回しがね大変なんでね、ガソリンそんなに満たしてしまわないんだよね。でこのプレートぐらいまで入れるということでね、はいトントントン、こんなもんでしょう。はいよいしょ、これで OK、 ガシャッと入れて、一応これ取っとくか。
こね、プレートがあるんですよ。カチャッと。で、お釣りをお受け取りください。レシートをお取りください。ありがとうございます。2480円。やっぱりね、オートバイが大きいからね、結構いっぱい入ってね、あれなんだよね。で、いつものようにオドメーターをね、撮るんですよね、写真に。カシッと、これでおしまい。やばいね、後ろ待ってるね。よいしょ、こうやって OK。 よっしゃ、行くぜ、ゴー。今日日曜だからな、結構混んでんだな。まあこんな感じですかね。怖いな、これ。いて。よいしょ。まあ、こんな感じかな。でね、このね、二足。こうガソリン入れて、家帰るときに、ちょっとね、寄り道ですね、これね。よいしょ。このね、ここ今埼玉県草加市なんですよ。で、そこのね、国道4号沿いのこの草加市のね、ガソリンスタンド、まあ、私の家の近所なんですけどね、ここ入れたらね、ここでガソリン入れたらね、だいたい私はこっち来て、でね、用もないのにこっち来るんですよ。よいしょ。ここをね、この信号を右の方に行くと、松原団地駅っていう駅があるんですよ。ただね、名前変わっちゃってんだけどね。独協大学駅前っていう駅かな、名前変わったんだよね。ここね、昔ね、松原団地ってすごく大きな団地があったんですよね。で、この交差点もね、松原団地南って書いてあるって名残があるんだけれど、もう今それなくなっちゃったんだけどもね。それで駅の名前が変わったんですよね。で、ガソリン入れたらこっち来て、ちょっとね、駅のロータリー回って帰るっていうね、くだらないことをするというね、ことなんですよ。明るい時はね、こっち来て、ちょっとね、オートバイの様子を見るっていうことなんですよ。で、これがね、独協大学かな。うん。これ大学で、ここら界は全部ね、団地だったんですよね。松原団地っていう。で、その松原団地っていうね、がなくなっちゃったんで、駅の名前がね、松原団地駅から独協大学駅前駅っていうことになっちゃったんだよね。このね、ガソリンを満タンにすると、ガソリンがね、冷たいんでね、タンクがひんやりするんですよね。
ここをまっすぐ行くということでございますよ。この建物もね、昔はなかったんで綺麗になっちゃって、危ね。そう、どうしてもね、ちょっとこっち来て、用もないのにこっち来て、まあ用はあるんですけどね、ちょっとねオートバイの調子を見るという、そういうことなんだけどもね。ぐるっとここ回るんだよね。ここがねいいんですよ。これあんまりね飛ばしちゃうといけないんでねまあここでちょっとねちょっと様子を見るというね。なんか前の車もなんかねくるっと回ってだけなの、多分様子見てんだな、うん、そう、コーナリングの様子を見るっていうね。まあ今回はそういったところでしょうかね。それで帰るというね、はい。まあ、ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。ちょっと日陰だな、ここな。ちょっと日向でやり直すか、もうちょっとな、エンディングな。ここいいかな、ここ日向だな、日向で、はい、ここ日向来た、はい。まあ今回はねそういったところかな。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。